地方一時代を築いた PA ワークスさん、ひっそりとヤバいことになっていたに対する反応集を紹介します。初期。中期。後期。最新作。終わりやね。なぜ成長させてしまったのか。252。言うほどひっそりか？パリピ孔明って売れた方なんか。アニプレで宣伝しまくってこれなら大爆死やろ。色づく世界はおもろかった。9割スパイファミリーアニメじゃん。じゃあティアーズリメイクしてくれ。白箱売れすぎやろ。ここ最近で一番売れてるの神様になったヒデクサ。イロハタリテリ白箱の3発や。グラスリップより売れてないってエグない？円盤売れてた時代やと考えるとグラスリップの432ってある意味すごいわ。なぎやすこんなもんなんか。馬にグラブルのゲームシリアルつけたら今まで一生懸命作ってきた AB 以外の全アニメが抜かれてしまったせいで本格的にファンも制作のプライドも壊れたな。アナザーが10年前という事実は今年を取るわけや。グラスリップって数年前はレジェンド扱いされてたのな。馬3期にも絡んでないし何がしたいんやこの会社。神様になった日強くてくさ。働くシリーズって桜クエストイコー打ち切り？秋葉みたいな面白いっちゃ面白いけど売れ線外したオリジナルアニメ撮ってて大丈夫なんか？青春学園ものって一切はやらなくなったよな。これないのきついは2008-2014 あたりで深夜アニメ全盛期だったのに。まだ円盤売り上げとか見てんの。言うて配信もパリピ以外はそんなもでもなくね。スキップとローファーはさすがに期待してもええよな。いざとなったらアニメ制作会社のブラックブリオ格ノンフィクション作品 KUROBAKO があるから。今の時代なら一周回ってウケそう。とは幼馴染みが勝って満足。パリピ孔明はラッパーさえおらんかったらなぁ。ラッパー会長つまらんし歌うのはええ子だけでええねん。円盤売り上げとか意味ない定期。作画も演出もいいのに。配信ある今円盤なんて売れないんちゃう。BOX だったらちょっと欲しいけど単巻は買う気にならんラインナップ。最新作以外は全巻合計？花色は良かった。なぎの足からって面白かった記憶あるけど低いな。パリピが最後の花火とか。5年に一度くらいヒット作あるから。春アニメは PA やるの？作画、安定してるけど何か安っぽくなってるよな。タリタリホントスコタリタリガルパンラブライブで謎の3期連続廃校アニメやってたな。アクアトープみたいなの作ってくれれば満足だわ。作ってやもうちょい跳ねるのも出るやろ。アクアトープ面白かったやろ。シャフトはどうなん？2年に一度くらい良いの作ってるな。元祖スパイファミリーあかんかったんか。そんなに作が良かったわけじゃないのに前世紀の頃京アニに次ぐ凄さみたいに言われてたのマジで謎だった。枚数で動かすのと背景は有能だったけど色づくも設定はおもろいのになんであんなフラットしたストーリー進行になってまったんやろな。パリピ孔明そこそこ話題になった割に売り上げこの程度なんかなかなかきついな。なぎの足からってアニメがすげえドロドロしてた記憶。全然売れてないのに新作出すペースは今も早いし作画も安定してる謎よ。誰がスポンサーになってるんや？宇宙天家族こんなもんしか売れてないんやな。タリタリってとっちらかってて何がしたいのかわからんかったな。合唱だったりバドミントンだったり乗馬だったり地元イベントだったり廃校だったりだからタリタリなんだろうけど。ダディバディは中盤意外と面白かったけどオチが普通というかご都合的であれやった。わかる。自分で腕を打ってこれで殺し屋の俺は死んだとか言ってたのに最後両手で料理作ってて草。色づく世界の明日からはめちゃくちゃ良かったけどな泣いちゃったわ。雰囲気と曲好きやったで話はずっと色ボケ世界の馬だからって感じやった。パリピは原作では一瞬で終わった DJ の話長々やったりね。原作の序盤のテンポの良さ完全に丸しちゃったのが生。まあ原作も結局グダグタになっちゃうけど。白箱はどうすればよかったのか。SHIROBAKO までは強かったな。クロムクロと桜クエストこけてそっからはめちゃくちゃ。馬娘も PA が作ってた一期よりスタジオ KAI とかいう謎のアニメ会社が作った2期の方がクオリティ高かったからな。ワイはライスシャワー会以外怪我して転んだ繰り返す2期よりイチゴの方が面白かったな。思えば PA 作品って基本2期やらねえよな。孔明くらい2期やってほしいものだが難しいのかな。宇宙天家族の出来だけは良い。
バディダディーズは面白かったけどね。まあ円盤売りたいならミリの風呂シーンとかボルの成分増やした方が良かったんじゃね。自分はフェアリーウォーンで限界を感じてバディで完全に見切ったわ。バディはキャラもどっかで見たことあるようなやつと設定でテンプレートに載せただけのアニメにしか見えんかったわ。しかも女向けなのか男向けなのかも中途半端なのが最近の PA、 そしてノリが全部古い。やはり求められてるな。ダーマエ脚本アニメが PA かけるダーマエでヘプバンアニメかわよ。敬愛を謎のアニメ会社扱いしねえでう。神様はもっと脚本まともにすればもっと売れてたんじゃない。 SHIROBAKO4期くらいまですればよかったのに、同窓会みたいな劇場版で終わりって。馬娘の1期と2期を比べると PA の力不足さがよくわかる。ぶっちゃけ内容自体は1号の方が断然良いからな。馬って、アニプレのリコリスとかボッチは円盤売れてるわけで、今の時代でも円盤売ろうと思えば売れるんだよね。 PA に足りないのは円盤を売ろうとする意思じゃない。俺が見たい PA はアクアトープだよ。アヤネルになった日が一番面白いのは明らかだったんだよね。今 PA がチャレンジすべきはナローテンプレじゃない異世界ファンタジーやろ。まあリゼロみたいなやつや。じゃあティアーズはブリューレイボックスが単館平均2079枚の10倍は売れてるから PA の中ではトップクラスで売れてるんやで。きっとスキップとローファーがヒットして一発逆転するから震え声。パリピも秋葉もダディも内容は結構良かったんだがな。円盤の数字見て PA がヤバいって5年くらい言ってんじゃん。5年経っても元気にオリジナル作ってんだから円盤枚数は経営分析に使えないってことだろ。 PA の経営陣からリストラ発表でもあったんなら話は違ってくるが、アニメ制作会社最大の難関やね。脚本 PA は脚本と演出やな見せ方に工夫がない。作画は普通に良いだけ。馬娘1号再評価も2期補正込みでリアルタイムで何も触れもしなかった YouTube レビュアーが後からレビューしてベタ褒めしてたからモヤモヤしたわ。オタクこびが足りない。ここがオリジナル以外をやり出した時が危険信号だったんだろうな。 ABEX のパリピ孔明をアニプレックスが宣伝してくれてたんか。優しい世界だな。近年は知らん作品の方が多いな。今日アニと動画工房の全盛期の隙間にちょろっと顔を出したイメージ。毎回頑張ってるとは思う。しかしバズらない。白箱の映画もジェネリックにクール目で微妙だったんだよな。俺の中だと最近はアクアソープが当たりだったわ。とうとうクラファン始めたしな。話題作りならいいけど最近の PA の不人気ぶりだとガチできんなさそう。もしも本当に配信で儲かってんなら企画立案でクラファンする必要なんかないからな。まあそういうこった。ヘブ版で復活するから。う色づくはにクールでやってほしかったな。生き残るなら、パチンコ化できる作品を作るしかないな。なんと言われようと Y はメイド戦争好きや、しっかり標準録画で保存してある。話はずっと色ボケ世界のお股からって感じやった。色づく世界の明日からをちょっと見たくなったわ。 PA は両極発見させてくれるから頑張ってほしい。エッグ&フロート17歳は今でもよく聞いてる。普通に面白い作品多いんやけどね。オリジナルでようやっとるしそこは評価してもええやろ。ただアニメ飽和時代に普通に面白いは売れんのよな。原作があれば原作ファンが買ってくれる可能性はあるけど、オリジナルじゃそれも期待できんしな。地方一時代を築いた PA ワークスさん、ひっそりとヤバいことになっていたに対する反応集でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。